じゃあお前ら陰キャ。おかしい。はい、教授。はい、残念、引っかかった。あ、フリー属性でやってあげようか、じゃあ。あの、マジ、こういうフリー属性でこいつ来るから、マジで、マジでやっちゃおうぜ。さようなら何それ。ちょ、お母さんに代わって。お宅の息子からこういう DM が来るんですけどって言うから。はい、どうも、キュンです。第15回、ブレイキュンダウンですね。前回のブレイキュンで、キュンさんが芝居だ、陽キャゲームズのね、アンチから DM 来たんすよ。お前の動画見たけど、弱すぎるね。2対1で芝居ってやるよ。で、来たんで、まあ、陽キャゲームズと手を組んで、こいつをボコしていいのかなーって思ったんですね。で、まあ、どっちが2って一応確認してみたら、俺と俺の友達ってお前らが2なんかい。まあ、こいつはどうやら陽キャゲームズにもね、勝ったことがあるらしいと。ただ、キュンさんね、陽キャゲームズに余裕で勝っちゃってるんで、陽キャに勝ったっていうのは、俺に勝つ根拠にはならんけど大丈夫かと、はい、返したんですね。まあ、話スルーされちゃいましたけどね。1対1でもいいのって聞かれたんで。いや、まあ、2対1の方が面白いかなと思ったんで、2対1でやっていきますと。その代わり、お前、ボイチャ繋げられる？これの返事が、繋げられるよと。神展開やつ。大義さんはすでにね、ディスコード入ってるんで、ちょっとキュンさん、嫁ぎたいなと思います。ねえ。おい、レックス。うん。来てやったぞ、お前、キュンさんが。おっきょっきょっき、やるかじゃあ。やるかじゃあじゃねえだろ。よろしくお願いしますわ。あー、よろしくお願いします。あー、お前多分キッズやろ。あ、そうだよ。だって、あんな DM するところでね。え、お前、声変わりしてるから多分中学生やな。うん。陽キャゲームズに勝ったぐらいで、調子乗ってるようだから、じゃあキュンさんがここでお給水とくからな、お前ら。よっきょっきょ、いいよいいよ。お前、プルってねえか、大丈夫か？いや、ない、そんなことない。うん。2対1だから勝てるよな、さすがに。うん、まあまあ、勝たないとおかしいって感じかな。だから、陽キャの時はお前1対1でやったやろ？ああ、1対1もそうだし、2対1もやった。2対1はどうだったの？陽キャゲームズが、俺らに1戦勝ってるところだけ動画出してて、俺ら3戦くらい勝ったみたいな。まあ、陽キャゲームズでちょっとキュンさんボコシュリだからさ、ありがたかったでしょ。ああ、ありがとう。感謝して。もう感謝してる、ありがとう。感謝してるけど、こういう DM 送っちゃったんだね、今回。まあ、ちょっと、ボクちゃん、お気を据えてあげるからさ。じゃあ、ちょっと、レキラム君だけボコしに行くから、キュンさん。ナトリ君、頑張って守ってあげて。よし、始めるぞ。よーし。お前ら、厨房か。うん。学校楽しい。楽しい、楽しい。もう、つまんないことなんてない。おー、いいね。友達と同級生なの？一緒のクラス？あ、違う。まあ、別に違う学校、前までは、まあ、一緒だったんだけど。前まで一緒。一緒にお前ら、どうせ教室の隅っこでひそひそ喋っとるタイプの、あれやろ。いや、それはなかった。教室の中心で喋ってたか、お前ら。まず、一緒じゃなかったと思うけど。一緒じゃなかったの。じゃあ、お前ら、窓越しでちゃんと会話した？窓越し、したことない、窓越しで大声で。ないないない。ないんか。じゃあ、お前ら、いいんけ。は、なわけないだろ。あ、このステージさ、ちょっと落ちるのだるいじゃん。あー、うん。だから、いいよ、下で叩こうぜ。はい、じゃあよろしく。よしよ。始めるよ。おい、レックス君。おい、レックス君、お前ちょっと無口になっちゃってるけど大丈夫か？おい。お、ナイス、レックス君。やるね。とりあえず、レックス君、死んで。あぶねえ。あー、ナイス！一キル。あー、はいはいはい。いやー、あぶねえ。あぶねえっていうか、エンマ緑になられたのしんどいね。おいで、僕ちゃんたち、相手してあげるよ。なるほど。ちゃんと負けた動画出すよね、もちろん。負けた動画出すよね。当たり前じゃん。俺、陽キャゲームズじゃねえから。はい、よろしく。はい、さよなら。何やってんだ、お前。待って、嘘でしょ。何やってんだ、お前。特性知らねえのか？おい。おい、逃げのなしだぞ、僕ちゃん。おい、逃げのなしだって、僕ちゃん。意図的に逃げのルール違反だぞ、お前。男にお前、背中向ける試合があんのか。何言ってんだ、お前。ビスケット避けやす。はい。はい、さよなら、僕ちゃん。そして、絶対レード。あっ、そう待って、いった。寒そうだね。はい、クエンタマコントロールからの。おー、ナイス。ナイス、オッケー。ナイス、オッケー。素晴らしい。いいね。肉取んなよ。間違えた、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 間違えた。お前、肉取るの禁止って言ったよな。ごめん、ごめん、間違えた。倒していい、倒していいよ。いや、いい、いい。ハンデ、ハンデ、ハンデ。あげるわ、それぐらい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ごめん。お前らみたいな雑魚それぐらいあった方がいいやろ。な。あぶねえ。さあ、冷凍ビームのお時間だよ。危ない。これを避けるのはキュンさんです。さよなら。いい。
よ。ああ、マジか。今何体だ ?2 対2か。オーケー、いい勝負なってきたね。いい勝負なってきたね。2対 1?2 対1だと思う。2対 1? あれ今、2対2じゃない2対2か。2対2でしょ。俺に勝ったってことはやられたのか。よろしく。はい、もらいましたね、これ。やっべ。おいおい、負けたな、俺。おいおい、こっから本気出すよ、キュンさん。さよなら。危ない。うんうんうん、怖い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 。クラッカーどうなってんのこれ、クラッカーどうなってんだこれ。あーやっべー、決まった。あでもかどうなったどうなった、ようわからん、今日どうしたの今。よーし、ボコすぞ、さよなら。でお前狙ってんの知ってんだよ、レックスくん、レックスくん、レックスくん、ほらレックスくん、お前ら倒さんとまずいぞ、お前ら倒さんとまずいぞ。おい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 、頑張れ頑張れ、倒せよ。引き分けかこれ、引き分け、引き分けじゃねえよ、俺の勝ちだよ。え、2対2じゃね、2対2じゃね、多分3回倒してるこっち多分ね。え、マジか、惜しい。はい、1キル勝ってるわ。あーもう、まあ、言うてキュンさん手抜いたんだけどね今。あー優しいわ、やっぱりこれが大人だ。うん、お肉も取らせてあげたもんね。まあこのままだと多分全然お前ら余裕で勝てちゃうから、キュンさん。あー、フリ属性で受けてくるの。あ、フリ属性でやってあげようか、じゃあ。うん、来てほしい来てほしい、フリ属性来てほしい。エンマは確定してる。え、だったらもうこっち緑属性確定でいい。あーいいよ。あ、作ったもしかして。あれ作ったよ、お前の相方来てるよ。あ、お前の相方喋りたいなら喋らすか。あ、ガキ2体ちょっと相手してるわ、じゃあ。喋っていいよ、おい、もう一人のガキ。喋っていいよ、喋っていいよ。あ、こんにちは。こんにちは。あの、マジ、こういうフリ属性でこいつ来るから、マジで、あの、マジでやっちゃおうぜ、お前、誰に向かってこいつつってんだ、お前。そうだよ、そうだよ、よくないよ。言葉遣い悪いな。お前の友達いいやつやな。ナドリ君、こんにちは。こんにちは。肉牛のこと好き？あー、結構好きっす。結構好き、お前いいやつだな。俺とも会ったんやんけ。あー、でもさっきのでちょっと愛着湧いたかな。手抜いてくれたっていうのは。あー、なるほどね。でもね、愛着湧いたっていう上から目線は、キュンさんがしていいことだからね、お前ら。あー、どうでもいいかな、正直。大丈夫か？学校いじめられてないか？なわけないだろ。もうすごい、あの、後ろでお前の家族の声が聞こえるけど。大丈夫？ちょっと悪い人と電話してるってお母さんとかに怒られたりしない？それはない。あ、待って、エンマ持ってきてないじゃん、お前。あ、うん、エンマいらない。おー、男気なのかわからんけど。もうシャンクス舐めない方がいいよ。しかも、キュンさんのシャンクス、マジで無敗だからな、今まで。知ってます。ちょっと待って。知ってる？知ってます。もうめっちゃ見てるんで。うん。とりあえずアドバイスしたるわ。ナトリ君のおりんが、こう、シャンクスとかきついから、ザコレックス君はいかに、そのナトリ君のアシストするかにかかってる。じゃあ、より、属性的に見て。なるほどね。よし。オッケー。オッケー、シャンクス無敗のとこ倒せ。残念。ちょ、もうマジあいつ。うわ！ナイス！いいね、レックスくん。さあ、そろそろヒュンさん、行くよ行くよ、ほら、そんなの当たんねえよ。え、ナイス、うまい。あ、ちなみに、レックスくんさ、いいこと教えてあげよっか。固定ダメージ入んないんだよね、シャンクス。え、待って、待って、嘘でしょ。おい、クスガキ、おい、クスガキ、来いよ来いよ、アイム長い日、おっとー。ワン、ツー。はい、お前足引っ張っちゃうぞ。大丈夫か？あ、ちょっと待って。ごめん、間違えてる。これってさ、どっちが今、緑使ってる？え？なんでなんでなんで？あぶね、間に合った。うんうん、これ、どっちがあれだ？どっちが俺だ？もう一戦チャンスくんない？俺さ、言い忘れてたんだよ。レイリーで行きますとか言い忘れてたんだよ。ごめん、レイリーってどっちが使ってる？レックスだよね。そう、俺。あー、だよね。なんか、弱いなと思った。は？おい、来いよ。ね、お前、いや、エンマソロ使えって、弱体が入るよ。なんでお前、そんなナメプしたんだ？ごめん、じゃあ、本当に言い忘れてた、本当に言い忘れてた。そうなの？じゃあ、いいよ。とりあえず、この試合はボコすよ。お前ら、ちょっとね、二人なんだから、力合わせたら勝てるって絶対、頑張れ。いけるって、お前ら、おい。来いよ、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 来いよ。危ない。やばい、またビスケットくる。よし、とりあえず、クラッカーは後回しや、もうこれ。クラッカー後回しや。クラッカーちょっと回復しよったな。オーケー。あっつう？ボコすの楽しいな。どうナトリ君、キュンさんのシャンクスはやっぱ強い。いや、やばいっす。えぐいっすよね。よし、どんどん行くぞ。かっこいい、かっこいいよ。う
ういういあれはい、こっち飛んでいくガチレイリーだな。ショートでついていく。おいおいおい、もうレイリー邪魔だって。それそう、レイリーお前はね、ナトリ君ね、組む相方考えた方がいいよもうレックス君とね、組むのやめた方がいいは レックス君もうクソ言われてるよ。じゃあマジで次俺エンマできたらいいよエンマ、なんで、なんで俺来ないの。え、嘘、おかしい。はい、教習。はい、残念、引っかかったあっつうわまだまだだね。じゃあ、ほんとに俺、あの、俺がマジで、あの、言わせれた、あの、レイリーとクラッカーって。あ、クラッカー使うから、こっちは赤属性を使ってくれって言わせたってことね。そういう、言い訳ってことね。そう、言い訳、言い訳。言い訳ね、はい。もう一戦やってほしいんだろ。やってほしい、お願い、お願い、お願い。じゃあ、なんか言うことあるよね。あー、君もなんか、すいませんでした。違う。じゃあ、やってください、お願いします。はい、違うよ。わかんないよ。ないないよ、わかんない。教えてあげようか。リピートは二見オーケー？オッケー。肉キュン様。はい、肉キュン様。仏様。仏様。どうか、こんなクソ雑魚な僕に、いやー、それはちょっと待って、ね。おい、言えよ。いや、やだ。ね、ナトリ君言った方がいいよね。言った方がいいっすよ。だって雑魚なんすから。いやー、おかしい。おい、言えって。友達のためには言え、そこは。いや、ちょっと無理だな。じゃあ、わかった。どうか、こんな僕に。完全に。お前、リピートは二人オッケーって答えてよな。いや、言わなくてよくない、別に。こんな僕にもう一度チャンスをください、お願いしますわ。うん、言わない。じゃあお前退出するぞ、これ脱退させんぞ。いや、ダメだ、ナトリ君とイチャつくぞ今から。お前いいのか。ダメだってダメだってダメだってダメ。じゃあお願いしますわ。お願いします。しょうがねえな、お前。確かにこれめっちゃくねえくれよお前よからぬ作戦立てんじゃねえぞマジでいいねいいね。おい、え、これどっち攻める、どっち攻めるよお前好きな子いる。いや、いない。ナトリ君も。ああ、前付き合ってたけど分かりました。お前13歳で付き合ってたのか。マセガキだな。え、だって安心してください。入ってますよってか。バカ野郎。いや、こいつあれっすよ。なんか、前俺女子と遊んでたんだよねって言って、なんかよく自慢してる。行ってねえよ。行ってねえよ。行ってねえって。ハングで最初サンジ君から行くからな、お前。容疑ゲームで使ってたやん。え、俺よっしゃー。ガブリ。ごめんね、君に恨みはないんだけどさ。君に恨みはないんだけど、そう、これが欲しかったんだよ。青になりたかったんだよ。生息性。飛んでこねえかな。おっしゃー。あれ、なんかゾロ死んでね。おい、レックス。落ちたろ。あいつ落ちたろ。レックスはお前、友達裏切んのか、それって。おい、あれ、ボイちゃんも落ちてる？いや、多分落ちてますね。え、絶対なんかあったやろ、これ。親にバレてる、なんか。うぜぇ、ボットの方が強いってどういうことやねん。おい、レックス、ボットの方が強いやん、おい、おい、友達がいない分、頑張るしかないぞ。おい。え、裏スキルうまっ。ちなみに裏スキルって誰が考えたか知ってる？肉球さん？違うか。違う、肉球のドーメインが考えたんだよ。すげえ。で、それを最初の段階でキュンさん教えてもらってたから、誰よりも比較的使ってる歴が長いんだよ。いろんな実況者さんがね、裏スキルについて取り上げたりしてるけど、なんなん俺から言わしたらね、イキリー教習と一緒。ね、ナトリ君、ナトリ君の友達大丈夫？いや、もうこんなん友達なんかじゃないんで。あ、そうなの？友達じゃないんだな。じゃあ俺落ちちゃった、なんか。レギラム？ん？お前ボットの方が強かったって言われてたよ。マジ？ああ。うん、もう親フラだってこれ。なんか名前変わってね。え、なんか知らんやつ来た。おい、知らんやつ来たって。で、タッチ。え？お前の弟じゃねえの？おい、レックス。お前ふざけとるやろ。いや、ちょ待って、これ誰マジで。あ、これガチの事故？え、嘘？ガチで事故って、なんでこいつ部屋見つけれねえって、ほんで。また入ってきた、ちょっと待って、もう。ゆきくん、ごめん、もう遅れたわ。お母さんのことちゃんと聞けよ。誰これ誰これ。ねえ、じゃあ肉菌さんの。さあ、ボコすか、レックス。イキリンキャレックス。じゃないじゃないじゃない。
でも今日の給食何だった？俺学級閉鎖行ってないよ。何お前何したの？いや、お、ミスった。体調不良めっちゃいるから。あ、インフルエンザかなんか？寝れ、キラミ逃げんな。お前なんで逃げてんの、エンマのくせに。やばい、帰る。あぶね。ない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 。やべ。うぜえ。手抜いてるよね、もちろん。うん、抜いてるよ。もちろん。よーし。やっと。クンフーにやられたわ。よかった。ナイスな鳥。まあまあ、キル数勝負やからな。おい、ザコ。ああ、もうジャスカイできなかった。おい、クンフー、お前、手抜いとうと思ったら、大きな間違いぞ、これ。ボケ。おい、ボコすぞ。クソ生物。おい、焼いて肉にすんぞ、お前。おらおら。ナイスカウンター。うれ、うれ。やべ、無理無理。うれ、うれ。うい、ナイスジャスト。んナイスアウトプレイ。待って、間違えた。ミスった、ミスった。あぶねえ、ナイスジャスト。あ、ミスった。なんかバグった。固まった一瞬。いやー、怖いよ。さよなら、ザコ。はい、すぐ動くよ。さようなら。何それ。おい、おい。何それ。肉球は3時もうまいって知ってたが、ナドリ君は知ってるんだ。いや、さすがに知ってます。さすがに知ってるんだ。知らん、知らん。よし、爆上げ。さあ、エンマが怖いぞ。エンマが怖い。エンマが怖いが。さあ、キック突っ込むと見せかけて。ナイス、フルボラー。おー、やるね。エンマ頼むわ。サンジ君。サンジ君じゃない、ゾロ君。なあ、待って、ミスった、やばい。もったいないねー。それは、いただけないっすね。いただけないっすね、それは。おい、マジか。うまい。今のはうまい。よし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 。ヒルスどうなってんだ、今これ。今、1対1です。多分。1対 1? 多分。さあ、どっちが足を引っ張るのか。お前、血肉取んなよ。やばい。やっぱレックスが足を引っ張ったな。やばい、しまって。ブルーバースト避けれない。はい。おった、後にもらったー。ガチかぐー。レックス、お前黙っちゃってんじゃん。おい、レックス、元気出せって。あー、まぁ、あ、ちょっと、わかったわ、もう。強いってことわかったわ。いや、強いのはもう最初から知ってるよ。あー、うまいわ、ちょっと。レックスがちょ、元気出してよ。なんで？元気出してよ。いやー、元気やけど別に。元気だよ、元気だよ。お前何言ってんじゃねえよ。あー、ちょっと舐めすぎた。お前ガンダやんけ、今。なあ。だって、肉球ちょっと舐めすぎちゃった、やばい。正直、めっちゃ引くほど強かったやろ。引くほどではないけど、なんか。いや、引いとるやん。現に今引いとるやん。いやー、引いてないな、なんか。うますぎて、ちょっと。何も言えん。じゃ、見習いたいなと思った？見習いたいわ。お母さんに相談したら月謝3万円で面倒見たるわ。いや、入るわけないだろ。俺があの、お母さんに直談判してあげるよ。ちょ、お母さんに代わって。お宅の息子からこういう DM が来るんですけどって言うから。いや、ちょっと。お母さんに言わないでおくよ。ありがとうございますわ。ありがとう、なんか。ありがとうさん、ありがとうございますわ。ありがとうございました。なんか、普通に、謝罪するけど、なんか、そう、あれ、ああいう DM して、ごめん。ごめんなさい。もう二度としませんわ。二度としません。肉球様大好きですって言ってみろ。肉球様大好きです。フレンドになってくださいわ。フレンドになってください。絶対無理めちゃくちゃガキンチョでしたね。まあこの子たちが PTA に報告しないことを祈るばかりです。まあクリスマス近いってことでキュンさんがプレゼントあげますか。なあ。まあね、あの、声出してまでね、挑んでくれた勇気をね、称えますよ。はい、フレンドになりましょう。キュンさんめっちゃ優しくない？一人ぼっち僕ちゃん、遊んであげるよ。あれれ、すぐやられたね。待ってて、どう